今回はこのツータップパーティーで今回のマンケートをやって、にゃ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 、あれどうしたんだ、指が勝手に、ああバーン、猫パーティーどうもこんにちは、それはないようです。今回はロマンケット第3回猫パーティーで行ってみたということで、1枠目ネフェルピト、2枠目シャドウレディ、必殺技が猫になりますね。3枠目司法院夜市、猫になります。そして4枠目猫魔なので、ケンマくん猫違いということで、このパーティーで頑張っていこうかな。あのね、楽しんでいきましょう、レッツゴー。対戦よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。まずはドルキさんですね。はい、作って遊ぼう、作って遊ぼう、作って遊ぼう。おいおい、あのね、もうちょっとねネフェルピト強くてもいいと思うんだけどね。ハンターハンターだと絶望的な強さしてるのに、ジャンプチだとそこまでっていうのがね、下船。さあ、いけ。あ、まあ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 、こんな感じ、こんな感じね。でかなりねダメージ軽減をね今回貼っていこうかなと思います。つながりが悪いです。貼っていきます。必殺技上げます。おーほ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 ー、いかついのえ。おお、全然ダメージが入らないぞい。だけど必殺技、必殺技じゃないけど、なんだ、変わった魔法はよそでやって、割っちゃいましょうね。死んだんじゃないの誰がコック川崎やねん。いきますよ。どうかしてるんじゃない、はい、バフもねしっかり相手のバフも解除していって、おー潰せた、いいじゃない、いいじゃないの、いいじゃないの、ダメよダメダメと。さあ削れ削れ、いい感じいい感じ、おーオーケ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 ー。さあラストだ。まずは真ん中作って、緑プチも作って、そして相手の攻撃力アップをね解除しまして、いきましょう。頼むぞーケンマ、頼むぞケンマくん、ケンマくん頼むよー、頼んじゃえ、頼んじゃえ。弱体化つけてるじゃないの、フッハッハッハ、イエス、ニャンニャンニャン、猫ボーティー最強だニャン、ハッハー。よろしくお願いいたします。先行でございます。まずは、苦手じゃないですね、得意の方からいきますので、ここでね稼いでいきたいところ、ダメージを、ういここですね、パチンパチン、そして必殺技のダメージを上げていく。さあ頼みますよ、頼みます。うわー、しっかり魚雷をやっていく、なかなかの猛者中の猛者ですね。いやー、体力タイプやっぱ強いね。ここは相性良さげです。しっかり対処していきましょう。軽減をね、めちゃめちゃ貼っていきまーす。そうね。はい。で、必殺技をね、バーンと。違いますね。レジェンドでしたね。レジェンドでございます。レジェンドでございます。レジェンドでございます。相手何のプラス効果もついておりません。恐ろしいです。しかし、義勇炭治郎が、なんかこう、必殺技の時になんか回復するみたいなやつでしたね。はい。鬱陶しいです。非常に鬱陶しいですけど、頑張りましょう。残念だが、その攻撃力アップ、私の前では消えてなくなってしまいたまえ。反撃をつけるぞ。反撃をつけるぞ。いけ、いけ、いきたまえ。あのね、花火を落とすな、人に。危険だぞ。危険です。うわ氷結だ、やめてくれ。おいナイス、おいや、いいね。ここが踏ん張りどこです。まずはレジェンドを使います。そしてはいイグロくん、はいジョータ、ジョウスケさん、行きましょうかね。ここで行きましょう。ほっぽい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 、ここめっちゃ怖いな。最後の最後で、めちゃめちゃ頭のおかしい火力のうずい残が来ている。
回復すごい。頑張れ。よし。頑張れ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 。よこらせ、やったー、猫パーティー勝利ー、大勝利。いや、今回はね、ニャンニャン猫パーティーで決闘を暴れてみたという動画でございました。他にもリクエストがございましたら、ぜひぜひコメントでお待ちしております。チャンネル登録高評価お願いします。私の動画制作の力になりますので、ぜひ皆さんお力を貸していただけると嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。それはないようでした。バイバイ。